ございます。こんにちは。こんばんは。高橋みともです。感想です。ポケットモンスター2019の、49話、まず、小春と不思議な EV という回と、キラメイジョの、13話、35話と36話、セーバーの10話と15話、で、ウルターマンゼットの、24話と25話、そして、ウルターギラクシーファイトの4話と5話の感想を言っていきたいと思います。まず、ポケットモンスター2019の感想さっき言った、小春と不思議な EV という回ですが、とっても不思議な回だったなと思いました。すいません、ざっくりすぎますが、それで以上でございます。35話と、キラメイジャーの35話と36話の、なんですが、ざっくり言って、何これかいですかね。これで暴走するのっていう回もありましたけどね。まず、ウルターマンデッド24話と25話。24話、ストレージ開始をして、栗山長官にヘデブロが取り付いてたけど、ええー、と思いましたね。そして、最終回の方で、セレブロが、一応倒され、捕まえられるっていう、なんかすごい回でしたね。あと、プレイスさんが、これ思ったことですけど、Z の方、その最終回で涙出てしまったって、親の前で言って。ちなみに、ウルターマンで涙、その初めてでした。プレイスさん、そんだけ涙もろくなってきてるんですかね。ウルターギラクシーファイトの4話と5話です。4話が、4話と5話でいいね。4話が、ベリアル回だったんですね。で、5話が、セレブロじゃなくて、セーフラーシアじゃん、あれは。光と、トリギアの回という感じでした。まあ、文士さん見て、って思いました。光の部下だったのが、トリギアだったのがびっくりしました。まあ、そんな感じですいません。感想ざっくりでした。これ動画がありますので、ちょっと、あれでしたけど、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。